識もだいぶ変わってきてるんで、子供が産んだから生まれるから仕事を辞めなきゃいかんとかいう一時期そういったことがあるとやむへんと思いますけれども、それから後を続けられるようにという時代になってはしませんかね。まあ全部は全部はそうとは言いませんけど、それ今回の予算編成でちょっとやっぱり気になったのは、その直前に決まった補正予算ですね、まあ、この中に本来は投資予算で議論すべき材料がかなり入っていると、公共事業も社会保障関係も、口の悪い人に言わせると選挙対策じゃないか、うん、こんなことも言います、うん、どうでしょう。毎回言われますから別に合わせることはないと思いますけどね、うん、毎回